テレビゲーム、Linux カーネル、シンプルダードミディアレイヤー、オパングル、スティームマシンは、バルブコーポレーションが提唱するゲームプラットフォーム。Linux をベースに開発されたゲーム機用、オペレーティングシステムスタイモスを搭載し、ゲーム配信サービススティームに登録されている多くのゲームや、今後配信予定のゲームをプレイできるよう開発が進められている。スティームマシンは、PC のようにユーザーが、 自身の手で自由に改造やアップグレードが可能で、スタイモス自体もスティームマシンに限らず、一般的な PC に無料でインストールが可能となっている。スティームマシンの製品群は、性能、サイズ、価格等で分かれるラインナップとなっている。バルブはまた、スティームコントローラーと呼ばれるタッチパッドを備えたゲームコントローラーを開発しており、スティームコントローラーはユーザーが パソコンゲームをプレイする際にマウスとキーボードを使用した時と同様の正確さで操作を行え、さらに典型的なゲームコントローラーの機能を持つものを目指している。Steam は主に Microsoft Windows 向けにバルブコーポレーションが開発したゲームのダウンロード販売プラットフォームである。多くのメーカーによる作品が配信され、Steam アカウント取得者のうち75%がこの プラットフォームでゲームを購入している。バルブはアプリケーションの動作制限に関し、マイクロソフトとアップル両方の OS に対し不満を抱いており、2012年発売の Windows 8に対してもバルブのゲーブニューウェル CEO は、PC 業界のすべての人たちにとって、第三次とこきおろし、オープンソースのオペレーティングシステムである Linux を開放的なプラットフォームとして推進していく。 可能性に言及した。また今後の Linux の展開にゲームは不可欠であるという認識を示した。2012年7月にゲームを移植するための開発ツールとともに Linux ス用 Steam スクライアントがリリースされた。Valve は Steam プレイのようにあるプラットフォームのゲームを購入しても自動的に他の対応プラットフォームでプレイできるようなゲームがどこにいていても遊べる。 ポータプルな環境を提供できるように取り組んでいた。スティームマシンの公式発表の前、2012年に、バルブのハードウェア市場への参入の噂が業界で広まっていた。それはリナックスに重点を置き、今後ゲーム機に必要となるであろう、大画面で離れた場所からでもプレイしやすい、ビッグピクチャーモードインターフェースを持つのではないかと、されていた。同年末近くに、は、 ゲーム機の開発を検討していることを正式に発表し、メディアではそのゲーム機を仮に Steambox と呼んでいた。また Steam 専用機としてゲームなど各種メディアを楽しんだりクライアントがすでに提供している他の機能を使用することができるとしており、他ゲーム機と同様の仕様になると見られていた。ソフトウェアの方も例えば Linux 搭載のようにオープンになると見られていたが、 ユーザーが望むなら、Windows をインストールすることもできるようになっていた。ニューウェルは2013年1月にインタビューを受け、そこでは基本モデルとして、コードネーム、ビッグフットと呼ばれるハードウェアを自社で開発しているが、この構想に賛同する他のハードウェアメーカーにおいても、開発、販売の制限はしないと述べた。例として、寸法やコストを理由に、広角ドライブの搭載に、 バルブが乗り切れなかったとしても他のベンダーが搭載することは可能である。また、1台のハードで家にあるモニターやテレビのどれにでも映し出せるワイヤレスディスプレイのような機能を想定していることを明らかにした。コントローラーの入力方式には、モーションコントロールのような形式よりも有用な、プレイヤーの無意識な反応を利用し、特に着目しているのは視線追跡であると述べた。 さらに家庭用機器市場に加え携帯端末市場を見込んでリトルフットと呼ぶラップトップやタブレットも構想していると述べた。2014年1月に開催されたスティームデイブ・デイズにおいてバルブはスティームマシンを最初はリビングルーム向けとすることを明らかにし、Windows と OS10 のクローズドな環境から脱し、Linux のオープンな環境の需要を想像すると述べた。 2011年の CES でお披露目された、クシー3社のモジュラーコンピュータ、ピストン。スティームマシン機の最終型に搭載することを計画している多くの機能がデモンストレーションされた2013年のコンシューマーエレクトロニクスショーにて、クシー3社が、ピストンという開発コード名の PC 試作機を出展した。この機種はスティームを動作させることとビッグピクチャーモードに、 対応することを重視してデザインされている。また、クシー3社によるパフォーマンスレベルをもとにした 107A モデルは人の手よりわずかに大きく電源や映像、データ信号用の複数の I オーボートが存在する。クシーさんはピストンコンソールの予約受付を2013年3月のサウスバイサウスウエストフェスティバルにて開始、同年末までに 一般販売される予定で非常に高い関心が見込まれた。バルブは9時3社と共に初期の開発には携わったが、ピストンの使用には直接的な関与は知っておらず、それがスティームボックスの最終デザインになるわけではないことを明確にしている。2013年9月最終週、バルブはスティームマシンをスタイモスとスティームコントローラーと共に正式公開、2014年、 中頃に発売予定とした。2013年12月13日、初期テストを目的に選ばれた、ベータテスターにスティームマシンのベータ機が300台送付。さらに2014年1月のスティームデブデイズに、来場した開発者に2000台提供された。バルブはまた使用目的として、Linux ハッカー向けにスタイモスの限定的なダウンロードを可能にした。しかしその後発売は延期され、 最終的に2015年11月10日に最初の製品が発売された。今週マー市場ではスティームマシンが発売延期となっている間に同世代のゲーム機である PS4 や Xbox One がシェアを固めており、後発となったスティームマシンはスタイモス対応ゲームも少ないままと不審が続いた。2018年4月にはスティーム公式ウェブサイトのタブから スティームマシンのリンクも消され、スティームマシンは事実上終了したとの報道がなされている。2019年11月には、スティームコントローラーの販売も終了した。他のゲーム機と異なり、スティームマシン自体には決まったハードウェア仕様を設定していない。しかしスティーム OS や対応ゲームが動作する最低限のスペックになるとしている。バルブは数社のハードウェアメーカーによって、 複数の異なる商用バージョンを計画しているが、ユーザーは自身が望むがままに自作やパーツの交換追加による規制機の改造が可能になるとしている。同期は2014年にユーザーの手元に届くとされ、1月初めに開催された CES にて最初の商品群を手掛ける共産企業が発表された。バルブは2013年後半よりベータテストを開始、 当選した300人の Steam ユーザーに最適化された試作機と Steam コントローラーの初期バージョンが配布された。テストユーザーに送られた初代試作機は複数のスペックがあるものの Steam マシーンの最終的な仕様になるわけではないとされる。スペックは以下の通り CPU、GPU、電源への換気や冷却方法をどうするかはマシン構成の鍵となる部分で バルブは、ベータ機にてこれら3つの部分別々にサーキュレーションや換気のルートを作っている。また、将来のスティームマシンの開発と保証をするために、AMD と提携している。協賛したハードウェアメーカーは2014年の CS までに試作機を公開している。アイバイパワーが発表した試作機は、AMD の CPU、R9 から 272-500GB の ハードディスクを搭載し499ドルとなっている。デジタルストームは、ハイエンド機として、パーツを液体冷却する構造になっており、約1500ドルで、一般販売するだろうとしている。他にエイリアムウェア、ファルコンノースウェスト、サイバーパワー PC、オリジン PC、ギガバイト、MATERIEL.net、ネット h a r e m Alternate、NEXT、スキャンコンピュータ、 メインギアがスティームマシンの試作機を公開しており2014年のセットではメインギアを除く全メーカーが試作機を出展した初代機の価格帯はメーカースペックによって499ドルから6000ドルの間になるとされている提供メーカーエイリアンウェアは2014年9月にスティームマシンの発売を開始する計画であることを発表 現計画はスペックが固定された機種のみの発売で、ユーザーによる改造が不可能だが、計画では、年単位で新たなスペックを提供することになっている。スティームコントローラー、スティームマシンのハードウェア仕様に、絡み、バルブは、スティームコントローラーという新たなゲームコントローラーを開発。コントローラーを使うユーザーのためだけではなく、従来のキーボードやマウスを使ってプレイするユーザーでも、 利用できるものになっている。二つのクリックも可能な高解像度トラックパッドや、正面、肩に相当する部分、グリップの背面を含む16個のボタンが搭載されている。トラックパッドにはゲームで起こったことに応じて、触覚フィードバックをプレイヤーに送る、ハプティクス技術が使われている。ワイヤード氏のクリスコーラーは、バルブのプレスイベントにて、シビライゼーション5コントローラーを使ってプレイし、 彼の感想として、マウスカーソルを動かすときにトラックパッドを使ったが、コントローラー内の電磁石が効果音と触覚フィードバックを生み出し、トラックボールを使っているようだったと述べている。コントローラーは、スティームマシンでの使用を想定してデザインされているが、既存の PC 上でのスティームでも使用することができる。コントローラーの初期デザインには、中央部にタッチスクリーンがあり、 マウスパッドのような役目を果たしコントローラーでは思い通りにできない動きを可能にしておりゲーム画面にタッチスクリーンの画面を重ねて表示することでユーザーは画面から注意をそらすことなくゲームの操作ができるようになっていたしかし2014年のスティームデーブデイズにテバルブはコントローラーからタッチスクリーンの搭載を止め既存のゲームへ合わせるため今ある正面のボタンを 修正したと発表した。スティームリンクバルブはキーボードやマウスに相当する操作性を実現するために 3D プリンターで作成した試作機で人間工学的なテストを繰り返した。初期デザインのコントローラーにはマウスと同等の機能を実現するトラックボールがあったが結局指の動きを追跡することでトラックボールの動きをシミュレートできる機能といったより 多くのカスタマイズ機能を開発者に提供するためにトラックパッドの採用を決めたトラックパッドとコントローラーのデザインはコントローラーを持っている時にトラックパッド上で指が接触する面積が最小限になるようになっているスティームマシンを製造するサードパーティーのハードウェアメーカーがいる現在の状態と異なりバルブの予定ではスティームマシンのローンチ時点では スティームコントローラーの製造メーカーはバルブだけになるはずであった。バルブのグレッグ・クーマーはコントローラーの最良の実装及び自社製品のビジョンを考えて決定したことであり、我々はサードパーティーに設計に関する我々のアイデアやリファレンスモデルを提供し、コントローラーの製造を外部に委託してもすぐに市場への十分な供給が本当に可能であるとは考えなかった。 と述べている。しかし、バルブは、サードパーティーがコントローラーを開発できるようにスペックを公開する予定であることを明確にしている。Steam を起動できるコンピュータとは別の場所のディスプレイで、Steam を利用するためのストリーミングデバイス。HDMI 出力、有線 LAN、無線 LAN、USB2.0X3、Bluetooth V4.0、電源入力の核入出力を持つ。 同一欄上に Steam を起動したコンピュータがあれば自動的に認識し接続が可能となる手軽さを売りとしている。Steam マシンでは Stymos という Linux ベースのオペレーティングシステムが搭載される予定でメディア共有、メディアサービス、ライブストリーミング、家族での共有、ペアレンタルコントロールといった機能を現行の Steam クライアントに追加し拡張している。クライアントは 無料で使え、Steam マシンのスペックを満たすハードウェアならどれでもインストールできるようになるとしている。ゲームは Linux や Stymos でネイティブ動作するように開発される。Linux との互換性はすでに Steamworks というアプリケーションプログラミングインターフェースを通して提供される機能で実現しており、パラドックスインタラクティブによれば Linux 化の Steam に対応した。 最近のゲームであればすべてスタイモスにおいて追加の修正なしで動作するとしている。バルブではスタイモスやスティームマシンでしか動作しないゲームを配信する予定はないとしておりサードパーティーのゲームメーカーにもそのようなゲームの制作に注意を呼びかけている。しかしスタイモス専用のゲームを開発することを禁止しているわけではなく特にリビングルームで プレイするのが最適なゲームの開発を容認している。プレイヤーはまた、スティームが動く、既存の PC から、スティームマシンにある Windows や OS10 がネイティブ動作する Steam 対応ゲームにアクセスが可能である。スティームプラを通してユーザーは、Windows や OS10 ですでに所持しているゲームを、s t イ m o s でプレイすることが可能で、s t イ m o s 対応ゲームを再購入する必要はない。 ありがとうございます。